バウンティーラッシュデマロブラック。ニセルフィーの強みは主に2つ。1つ目、チームブースト。お宝ゲージを 100% まで回復した時、ブーストゲージ 10% 増加。自チームの誰かがお宝をダッシュした際、ブーストゲージが 3% 増加します。ブラックはお宝ゲージ回復量増加の特性を2つも持っているため、条件を満たしやすいですし、現環境旗を抜くことは多いのでなかなかに強力ですね。2つ目、パラメーター増加解除。スキル位置を当てると敵の攻撃、防御、クリティカル、移動速度増加などの増加効果を解除できます。現環境基本何かしら上昇していることが多いので、それを解除できるのは普通に優秀ですよね。ミニマップ上で欺ける特性やスキル2などの移動スキルを利用しながら旗ゲージを貯めていく。強みがはっきりとした面白いキャラではあるんですが、耐久面がかなりしんどい。回復特性は多いんですが火力低いので結局きついという感じ。星さんとして考えると普通に優秀なんですけれどもね。何やってんだお前。